お花紙とキラキラの折り紙を使って作る七夕飾りです。まずくす玉の部分です。蛇腹折りにするので型紙を作っておきましょう。お花紙を2枚重ねたら半分に切ります。4枚重ねにしてこれを蛇腹に折っていきます。先ほどの型紙を開いて半分に切っていますから、この型紙の半分だけを使って折っていきます。端が1センチほど出るように挟んだら、端から蛇腹に折っていって、はみ出たところを握って引っ張れば綺麗な蛇腹折りができています。これを半分に切ります。さらに半分に折って端を丸くカットします。真ん中の部分は角を切り落としておき、リボンのような形にしておきましょう。真ん中が分かりやすいし、開いていくときにゴロゴロしません。もう一つの方も同じようにして作っておきます。15センチのワイヤーを半分に切ったら、真ん中の部分に引っ掛けて2、3回ねじります。お花を広げていきましょう。手の甲に保湿性のあるハンドクリームをつけておくと簡単にめくることができます。まず花びらを広げます。一番内側の1枚を引き出しましょう。しっかりと根元まで引き出したら2枚目です。そして3枚目。最後にワイヤーの部分を持って形を整えます。最後に2つを組み合わせてくす玉にしたときに色が互い違いになるように真ん中がピンクから始めます。ワイヤーをかけ直しましょう。あとは同じように広げていきましょう。これでお花の準備ができました。五色鶴の花子ちゃんがあるときにはもっと簡単です。半分にしたお花紙をセットしてレバーを引くだけで蛇腹折りができます。あとは同じように作っていきますが、真ん中からカットしても構いません。端っこの形も丸だけでなく、今度は尖らせてみましょう。
ワイヤーをかけるときに内側の色にも気をつけましょう。こちらは開いたときに青い方が見えます。こちらは開いたときに水色の方が見えるようにしておきましょう。これを広げて同じように作ります。次は吹き流しの作り方です。キラキラのシートタイプのホログラム折り紙を使いました。画用紙は幅2センチ、長さ15センチに切ってあります。ホログラム折り紙をセロテープでその端に貼ります。折り紙は一辺が15センチになっていますので同じ長さになっています。これを裏返して表から物差しを当てて1センチ間隔で切っていきます。カッターナイフを当ててまっすぐに横に引っ張りましょう。シートタイプの折り紙はとても薄いので簡単に切ることができます。14センチのところまで切ったら最後の1枚分はのりしろになるので切り取っておきます。長さ15センチのワイヤーを内側からセロテープで貼っておきます。吹き流しがついている部分は14センチですからその半分の7センチ、この7センチの幅でカッターナイフで縦に切り込みを入れてください。縦に切り込みを入れる方が穴の位置がずれません。鉛筆などで穴を広げておきます。端に両面テープをつけてくるっと輪にします。ワイヤーがついているのでしっかりとした丸い形ができます。もう一本15センチのワイヤーの端を1センチほど折り曲げたらさらにそれを半分にして、この折り曲げたところを先ほどの穴の中に入れて引っ掛けます。ワイヤーが見えないようにシールやテープなどで上から貼っておきましょう。飾りにもなります。これで吹き流しの出来上がりです。そこにタコ糸を通して先ほど作っておいたお花を付け根のところでワイヤーをねじって2つをひとまとめにします。で、花と花の間に糸をかけてこのワイヤーに糸を引っ掛けるようにしてねじっておきます。糸の先は結んでおきましょう。最後に花の形を整えてくす玉にしたら出来上がりです。青い方も同じようにして作ります。色を変えて作ってみましょう。たくさん飾ると豪華な七夕飾りになります。